ボノスバ。ねえ、見た？見たわよね。私の華麗なサポート。今日の私は女神級に輝いてるわ。何せ本物の女神だもの。何度も言わなくても分かってる。今日は珍しく上出来だったな。爆裂のノリもとても良かったです。思い出しただけで、はあ、余韻に浸りたくなる気持ちも分かる。今日は我ながらいい壁となれた。今ならどんな攻撃にも耐えられるぞ。おいおい、めったなこと言うな。そんなこと言ったら面倒事が。あなたたち、よかった、助けてちょうだい。ほらな。どうしたの？なんだか慌ててるみたいだけど。ちょっとしたトラブルよ。さっき遺跡でトレジャーハントをしてきたのだけれど、どうもモンスターちゃんの縄張りに入って怒らせてしまったみたいなの。モンスターちゃん？ああ、もうどうしましょう。本当に大変なのよ。メリッサがそこまで言うとは、かなり厄介なのでしょうね。ああ、強敵の予感がする。さぞかし受けがいのある攻撃をしてくるに違いない。やる気を出してるところ悪いけど、今日はもう帰るぞ。ってわけだから頑張れよメリッサ。そんなこと言わないで。私だけじゃ手に負えないの。あのな、そんなこと言われてすぐに助けますよとでも言うと思ったか。いつもツンケンした態度をとって俺を見下して冷たい対応してたのはどこのどなたでしたっけね。今日のカズマさん、メリッサに対してやけに強気ね。メリッサには日頃ゴミ扱いされてますからね。その鬱憤を晴らしているのかもしれません。珍しくクエストが順調に終わったから、そのせいで少し気が大きくなっているのかもしれないな。そこ！こそこそうるさいぞ！来たわ、あの子よ。なんだあのケムクジャラは。犬かのように見えなくもないですね。四足歩行が微妙にぎこちない気がしますが、本当にあのモンスターなの？メリッサが逃げ出すほど強そうには見えないわよ。あの子で間違いないわ。倒すのなんて絶対に無理。だって、だってこれは？あんなに可愛いんだもの。モフモフしてて可愛くない？可愛くない。ひどい。モフモフちゃんに謝りなさい。お前どっちの味方だよ。見たところ強くなさそうだし、さっさと倒しまおうぜ。待って、倒しちゃう前にせめて一モフだけでも。モフモフへの情熱が計り知れないな。好きにしろ。倒したらちゃんと礼はもらうからな。このスバ。だいぶ弱らせたか。てか、なんか見た目変わってないか。確かにそうね。攻撃を食らったせいか、ボサボサだった毛が短くなって。このモンスターはもしやゴリラじゃねえか。メリッサったら、ケムクジャラってだけでゴリラを可愛いとか言ってたの？騙された。全然可愛くないじゃない。ゴリラとモフモフの違いが見抜けないなんて、トレジャーハンターの中泣くんじゃないですか。あなた、人をバカにして。うらぎゃー、やべ、離して。いやー、カズマがもみくちゃに。大丈夫か。なぜ突然カズマを狙ったんだ。聞いたことがあるわ。ゴリマッスルは鍛えることが趣味で、ひ弱な生物を見ると鍛えたく
くなる習性があるって。なるほど、鍛えることに夢中になるあまり毛が伸び放題になっていたというわけですね。そしてこの場にいる人間の中で最もひ弱なのはカズマだと見抜いた。そういうことか。ちょっとお前ら納得してないで助け、グギガバーグ。はは、あら、さっき助けてくれって言ったのに断ったのは誰だったかしら。ちょ、今そんな話をしてる場合じゃ。そんな話をしてる場合よ。だって私は別に苦しくないもの。立場が逆転しましたね。いや、いつも通りに戻ったと言うべきでしょうか。助けた場合報酬は当然いただくわよ。払う、払うから早く。交渉成立ね。ほんとふざけてるわ。毛が長いだけで私のモフモフ愛をもてあそぶなんて、覚悟はできているかしら。はっ、いい顔ね。でもまだよ、もっと苦しみなさい。すごい、なんだかモンスターがかわいそうになってくるわね。とどめよ、無様に生きなさい。これに懲りたらもう二度とモフモフのふりはダメよ。音羽といえば縄張りに侵入したメリッサが悪いのに、余計なことは言わないでおこう。余計なこと言って怒られたら怖いし、助けてもらった報酬いくらだろう。このスバ、カズマたちに手伝ってもらうなんて尺だけど、背に腹は変えられないわ。私に逆らっていいのは可愛いモフモフちゃんだけよ。覚えておきなさい。美しい宝石は美しい私にこそふさわしいの。モンスターには渡さないわ。私を追いかけ回してくれる可愛いモフモフちゃんはいないかしら。助けてちょうだい、あんなモフモフの